皆さんこんにちは。今日は外食業の試験問題を読んで、3つの選択の中から答えを1つ選んでください。問題41、衛生行政に関する記述として不適切なものを選び、41にマークしなさい。あ、我が国の衛生行政は厚生労働省が主として管轄している。い、保健所は厚生労働省健康局の直轄機関である。う、保健所の事業として飲食物の衛生監視や助言を行うことが挙げられる。え、地域保健法では保健所の事業について定められている。答えるはどちらですか？考えてください。ではこちらは問題を終わります。皆さん次の問題を見てください。